さあ、1週間ぶりになります。いろいろ忙しくて、なかなか集中して、仕事をしなきゃいけないことが多かったので、今日は久しぶりにリフレッシュも兼ねて、この銀世界にやってきました。さあ今日はちょっとここを、注目してください。コンチネンタルのバイキングコンタクト6を使って、まあ、丸2年、今年も、本格的な、雪道初めてなんですけれども、ここへ、このタイヤとこの車の組み合わせで、やってきました。ここから先は圧雪路なんですけど、ここまではもう目まぐるしくですね、路面が変わりました。で、タイヤについてはですね、まあいろいろ言うべきことがたくさんあるんですけれども、このなぜコンチネンタルを使うのかっていうことについては、まあ単純に好きだからっていうこと以外に何もないんですね。じゃあどうして好きなのって言われるとですね、特定の路面には強いけれども、特定の路面になると弱さを見せるっていうことがまるでないわけです、このタイヤは。で、まあタイヤっていうのはその履いてみないとわからないことがいっぱいありまして、でそのことをちょっとこういろいろと説明しながら、乗ろうと思うんですけれども、よいしょ、もう今塩だらけじゃないですか。ここどこ行っても塩がですね、撒いてありまして、本当にこれで大丈夫なのかなと思う時もあるんですけども、フロントスクリーンはネバネバになりますしね、大変でした。まあそういう中でですね、ここまで来るのに、ドライの、まあ、路面温度が、もう5、6度になってるドライ、それからウェット、まあ、しかもね、融雪剤をこう含んだめちゃめちゃ なのか、その、シャーベットなのかわからないような、こいつが実は一番滑るんですよね、そういうところ、そして、積雪のかぶったところで、アイスバーンは今日はないですよね。気温が結構高いんですよ。でまあ一般的に冬タイヤを売るときにはどれが滑らないですかっていう話になると思うんですね。まあ、そういう時に明確な説明をしようとすると、やっぱり数値でその追い求めるしかないんですが、そういう数値ばっかり追ってたりすると結構変なタイヤがいっぱい出てくるわけですね。で、国産のタイヤには国産のタイヤのいいところがあるんですけれども、そもそもですね、もうその量販店で一番売れてるっていうことを謳い文句にしたり、それから北海道のタクシードライバーが一番使ってるっていうようなことになってくると、ちょっと僕はダメだなってもう頭で思っちゃうわけですよね。そういう作り方してると、実は多様性、今よくダイバーシティなんて流行り言葉がありますけど、多様性のある路面では意外に弱かったりするんですね。で特に濡れたところで、路面温度が上がってくると急に滑ると、だって冬でもマイナスばっかりとは限らないですよね。ですからウェットに弱いタイヤものすごい危ないですよね。まあそんなことをいろいろ考えると、このアウトバーンをぶっ飛ばせるように作ってあると思えばいいので、このバイキングコンタクト7はですね、それが僕は好きなんですよね。そしてもう一つが、実は逆行するように思われるんですけれども、6テクノロジーとよく言うんですが、まあ、マクロブロックテクノロジーとか、その左右非対称なタイヤを指すんですけれども、今地の、マクロブロックテクノロジーっていうのは左右非対称な部分を要するに生かして外側のブロックを結合させてコーナリング性能を上げるっていう、そういうものが例えばあるんですね、6テクノロジーの中には。でその次のこれ7が出てきて、もう2年になるんですけども、2年以上になるのかな、7がですね、なかなかそのサマータイヤに展開されないんですよね。でそこがちょっとまあ不思議でしょうがないんですけども、この7はバイキングコンタクトっていう以前の6から7、それから日本向けのノースコンタクト6ってやつが出てきて、
コンチネンタル、なかなか面白いいろんな展開をするなと。で、ノースコンタクト6はですね、日本の道路環境をターゲットにして、コンチが作ってますんで、こいつがまた面白いんですね。で、これ、両方、まあ、比べてみると、やっぱりこの VAB のような、高速道路をこの今の時期でもひょっとすると、まあ、それなりのスピードっていうのはかなり速いスピードですよね。で、走るときに、非常にブロック剛性が高くて、乗りやすいっていうのが魅力の一つです。それから左右対称なこの何て言うんですか、独特のこの放物曲線みたいなこのトレードパターン、もうここでもこの車のタイヤのフットプリントだとすぐ分かるんですよね。ああ自分俺のタイヤだみたいな分かるぐらい特徴的なんですけど、これ実はドイツとか、まあ、欧州の冬を見るとですね、そういうタイヤって結構多くて、真夏でもですね、例えばもう夏タイヤ履かないっていう人が結構いてびっくりしたんですが、ニュルブルクリンクの近くにある民宿があるんですけども、そこ行ったら XV のかっこいいのが置いてあって、タイヤ見たら見たことのないトレッドパターン、まあ葉っぱみたいな、ね、葉脈がこうあるようなトレッドパターンで、これいいなと思ったんですよ。これって夏から冬まで全部履けちゃうのか、日本にはないんですね。でそれも売ろうともしないし、でコンチネンタルもそういうのをどうも持ってるようですけども、間違って使われると怖いので売らないと。インターミディエートっていうタイヤですよね。ちょうど中間に当たるタイヤですけれども、そういうのこの頃日本でも出始めました。出始めましたけども、そのコンチのこのスタッドレスのバイキングコンタクト7にはですね、そういう匂いがちょっとこうしてて、最初から出た時からすごく注目してたんですけども、実際2年使ってみて、非常に面白いです。さあ、じゃ あこういう路面をこれから走ります。さ あそうそう、それでですね、これだけここちょっと映してください、ね、今、路面の温度も出てます。出て気温も出てますよね。今気温がこういう感じか。それでここですけども、ちょっといたずらしようと思います。まあ、当然デフォルトのこれは S でいきます。今 I ではなくて S にして、センターデフをこの今マニュアルにしてオートでもいいんですけども、ちょっと面白くしようと思いますね。ここちょっと映してみてもらえますか、ね。普通フリーでよく走るじゃないですか。乾燥路フリーで走ってるんですけども、まあ、ちょっとこのちょうど中間値ぐらいにして、で、こうすると完全にオフになりますね。でオフにしたのは VDC を切りました。さ この状態にして、ちょっと走ってみようと思いますね。あ、 VDC をオフにするっていうのはタイヤの特性をちょっと見るためですので、ね、良い子は真似をしないようにしてください。良い子は絶対に、これは切らないようにお願いします。じゃあいきますね。これ初めて走ります。ですから普通の走り方でいきます。
結構面白いですよね。今ね、初めて走らせてるんでね、センターデフはちょうどインターミディエート中間地です。道幅をね、こういっぱい使って、ね、走れる喜びっていうかね、こういうとこちょっとホワイトアウトするんで気をつけないといけないですね。カメラどう映ってるかわかんないですけどね、見るとね、どこからどこまでがね、道路の境目なのかね、一瞬分からなくなる危ないとこですよね。1週間前ですよね、あのビデオ、動画ですね、動画と比較してもらえればですね、高速道路このタイヤがいかに安定してるかっていうのはよくお分かりいただけると思うんですよね。いわゆるガスコントロールで自動車の走行ラインをスーッと変えていくっていうやり方を紹介しましたけれども、そういうスタイルのドライビングに全然支障をきたさないで、こういう本当に極限ではないですけどね、これ除雪してありますから、でもそれなりにやっぱり注意が必要な、こういう今度下っていきますけどね、下りはね、上りよりも気をつけないとね、重力の法則で加速度がこうついていきますからね、こういうふうに止まりますね。こういうところはこうブレーキをね、一回よく踏んでみて、今力いっぱい踏んだわけじゃないですけどね、こう普通の踏み方をしてちゃんとグリップしてるかどうかですよね。横方向、こういう横方向の横方向に意外に上手いやつもあるので、こう横にこう向けた時に、ちゃんと振っていくっていうね。天気がもう打って変わって良くなって、タイヤのテストにはもうぴったりの、環境ができてたので、この今御嶽山の一番高いところの温泉ですけども、そこに向かってます。気温が低いので下がねバリバリに氷になってるはずなんですよね。もう基本グリップですよ、こういうところは下手に流さない。踊り踊るようにね、ドリフトするのも楽しいですけどね、それは気持ちは分かりますけどね、基本グリップ、結果論としてドリフトもありだけど基本はグリップです。最初からそのフェイントかけてグリップを崩して、横向けるなんていうのはね、あれやってると運転下手になりますからね、やらないことにしてます。
ですけどね、結構あれはね、同乗者の体を痛めるしね、自分も疲れるしね、決してね、うまい運転ではないんですね。グリップにグリップを上塗りするぐらいのつもりでですね、乗らないといけないと思います。さあ、今日ね、これだけ条件の悪い中ね、この温泉にね、何人の人が来てるかっていうとやっぱり少ないんですよね。人のことを思うとこんだけしか車止まってないですよね。その中でも奈良県のナンバーとか岐阜県のナンバーとかありますが、地元のね、ナンバーがすごいあって、ね、こういうところに一生懸命来てですね、ちょっとでもお金を落として頑張って、経営してらっしゃる方のためにですね、お役に立ちたいなと思いますのでね、ここまで、まあ、タイヤのテストもあるし、ね、どんないい温泉かも紹介できるし、ちょっとね、一風呂浴びてから帰ろうと思うんですけどね、さて、いくつか、注意事項ですけれども、こういうとこ止めたら、サイドブレーキは引かない方がいいです。でエンジン切ったらギア入れて、このまま、車から降りる方が、特にこれまだね、このケーブル式の、サイドブレーキ使ってますのでね。で今は気温が比較的高いからいいんですけど、あそこに、あ、見てください、あえて置いてある車見ると分かるように、これ寒いんですね。つららがあんな風に降りてますでしょ。でここにお風呂入ってる間にですね、ここで、まあ、今そんな不具合のある車はないんですけれども、凍りつくっていうことが考えられるので、まあそういうことは気をつけていただきたいと思います。そしてですね、だいたいタイヤの空気圧は、2週間に1回ぐらい、まあ、一番いいのは給油するときにですね、スタンドにお兄ちゃんがいるところだったらちょっと見てねっていうことがいいと思いますよね。あと雪道走った後はホイールに、雪がこう固着して、